島競馬10レース岩木特別3歳以上2勝クラスダート 1700m 15頭立てです。枠入りスムーズ、人気を集める3歳馬名将村雲が今12番ゲートに入りました。待っているのはこれも3歳馬のディールクルムです。15番ゲートの後ろ、ゆっくりとゲートに近づいて馬体を収めます。15頭ゲートに揃いました。スタートしました。ピースマッチング、タイミングはまず後方です。先行争い各馬をしています。7番マイネル・アプラウスがわずかに前か、その内は3枠の両党、5番ココリモアナ、4番ポートロイヤル、そして行き足がついた10番ロンゴノット前に出てきました。11番ブリッツェンシー、12番名将村雲、後位の外目を追走、内からはスルスルとグラデュエイトも上がって 1-1 コーナーをカーブします。主導権は7番マイネル・アプラウスです。追っていった10番ロンゴノット2番手まで上がりました。3番手12番名将村雲2番手に接近、2コーナーからまもなく向こう上面です。4番手インコース5番ココリモアナ、並んで11番ブリッツェンシー、この2頭の間2番グラデュエイト、6番手7番手を追走する15番ディールクルムです。向こう上面中ほどへ、中段は3馬身差、6番アベックフォルス、4番ポートロイヤル、1番ボートルエロー、その後が追走する8番のヤークトボマーです。後方4投目13番ピースマッチング、3コーナー手前、あとは14番テンワールドレイナ、9番グログラム、3番フーツサイド最後方です。3コーナーのカーブに入ります。先頭変わって10番のロンゴノット、ロンゴノット先頭リード首ほどで、12番名将村雲が並んでいきました。後続3馬身差で15番ディールクルム、3番手400を切りました。ムチが盛んに入って11番ブリッツェンシー、4番手4コーナー、追い上げる外からはアベックフォルスです。4コーナーカーブから直線、ここで12番名将村雲楽な感じで先頭に変わります。食い下がって10番のロンゴノット2番手200を切りました。これに接近する6番アベックフォルスと15番ディールクルム、並ぶように追い上げて2着争いとなりそうです。ディールクルムが2番手まで上がってきました。先頭12番名将村雲合理、2着争い接戦ですが、15番ディールクルム2着優勢、6番アベックフォルス2着争いからやや遅れを取ったように見えました。圧倒的1番人気に応えました12番名将村雲、大ベテラン千葉と吉富騎手とのコンビであっさりと2勝クラスを突破です。2着争いは最後並んで追い上げた2頭、15番ディールクルム、6番アベックフォルス、この2頭の中では15番ディールクルム優勢に見えました。どうやら3歳馬のワンツーフィニッシュということになりそうです。勝ちタイム1分44秒3、上がりはゴールまでの 800m 49秒7、 600m は37秒8でした。福島競馬大衆競争岩木特別実況でした。勝ったのは12番名将村雲、断然の1番人気に応えています。3勝オッズ 1.8 倍。2着15番ディールクルム3番人気、3着6番アベックフォルスは9番人気です。馬連12番15番 5.1 倍、馬さんの12番15番 6.3 倍、3連複6番12番15番 76.4 倍、3連単12番15番6番178倍です。レース確定までもうしばらくお待ちください。福島競馬メイン11レース阿武隈ステークス、3歳以上3勝クラスのハンデ戦、芝 2000m 13頭立て、明日行われる G3 七夕賞と同じ舞台です。芝コースコンディションはやや重、当初の予報では午後から雨というそんな天気予報もあったんですが、現在のところお天気は持っています。上空は曇り空。4コーナー奥の枠入りです。マイネルミトスが4番ゲートに入って最後の1頭、13番ハーツイストワール誘導を受けます。13番ゲートに入ってゲートインが終わりました。スタートしました。13頭ほぼ揃って横一線のスタート、まずは横一線の中から6番ベレヌスが先頭に立ちます。ホームストレッチの先行争い、ベレヌス先頭です。同枠7番バレーノロッソが2番手、3番手が10番スマイル外、内が1番セイウンビーナス控えました。11番エターナルビテスがぐんぐん上がっていって先頭を奪う勢いです。中段8番ソースオブウィル、その後12番ローチェソーロ、インコース3番ウィナーポイント、後方グループに9番プリマビッサ、2番のモズ流れ星が続いて13頭が1コーナーをカーブします。
先頭変わりました。11番エターナルビテスが、エターナルビテスが先頭に変わってリードを広げて 3,4 馬身2コーナーです。6番ベルヌスが2番手ポツンとセーターで、また3馬身あって7番バレーノロストが3番手2コーナーから向こう上面、4番手追走が10番スマイル並んで1番セイウンビーナス、これを見るように8番フォースオブウィル、9番プリマビスタ、6番両党が進んでいます。向こう上面中ほどスタートしての 1000m 1分ちょうどで通過しています。3番のウィナーポイントが中段の後ろインコースを追走で、あとは後方1段です。13番ハーツイストワール、12番ローステソーロ、2番モズ流れ星、後方 3,4 番手グループで青い帽子2頭が後方です。4番マイネルミュートス、5番エフェクトオン最後方、3コーナーのカーブに入ります。11番エターナルビテス先頭600を切って依然リードは4馬身保っています。2番手6番ベルヌスジョッキー手を動かして、3番手が7番バレーノロスト、それに接近する10番のスマイル、内からは1番セイウンビーナス、3番ウィナーポイントと差がありません。13番ハーツイストワール大外から押し上げていってまだ中段です。4コーナーカーブから直線、先頭11番エターナルビテスリードが詰まって、しかしまだリードは2馬身あります。2番手から接近6番ベルヌス並びかける200を切りました。3番手は10番スマイル、3番ウィナーポイント最内からは5番のエフェクトオンも伸びてきて、先頭11番エターナルビテス迫ってくる、内から5番のエフェクトオン、内からエフェクトオン捉えきってゴール、最内を通った5番エフェクトオン鮮やか抜け出しての快勝です。ご当地福島出身田辺騎手、11番エターナルビテス粘りに粘って押し切りを図りましたが、その内から5番のエフェクトオン鮮やかに抜け出しています。エターナルビテスを直線を追った6番ベレヌスが3着、4着以下広がりました。勝ちタイム2分1秒2、上がりはゴールまでの 800m49 秒1、600m は36秒3でした。